オーハモーニング AM2 時深夜2時の唐揚げ大盛り聞いて驚きますよ。心平穏に溜まっていられるように可愛い猫を出しておくけど、あの頃も全部ポテトチップスなんです。ワルプルギスの夜がやってきてしまった。時は遡ること結構前。久しぶりにマドマギの劇場を見返していて、今なら世界を救えるかもしれないと1000円だけ握りしめ、ソウルジェムを虹色に光らせてきた。もう絶望する必要ないと。私はまどかのこの笑顔を見るために生まれてきたのかもしれない。自ら出向いたのではない、キューベに呼び寄せられたの。ただホムラちゃんを救えなかったことだけが気がかり。そんなこんなで魔女狩りの報酬といってはなんですが、普段一人だとあまり食べないポテチを持って帰ってきました。幸せバター味が一番好き。普通に深夜にポテチを食べているだけだと罪悪感が湧くので、せめて調理すれば謎の達成感により許されるという方程式が頭の中にひらめき、クリスピー風の唐揚げを作ろうと決意。一人ぼっちの夜はストゼロが飲みたくなる。とことん一緒に落ちようじゃないか。強がっているけど本当はか弱くて優しすぎる。ホムラちゃんを救えなかった自分の不甲斐なさを込めたパンチ。これを日本では八つ当たりと呼ぶそうです。夜中のストロングゼラは私をハッピーガールにしてくれる。深夜1時の仮面武道会の始まり。トゥーナイオ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 ティア。原型のまま食べたい気持ちも残っていたけど、しっかりと揚げて熱することでカロリーゼロにしないとね、と言いつつも欲に忠実なので普通にも食べてしまうのでした。どれもこれも全部ストゼロのせいだ。 CR ストロング、バリボリボリビアーと咀嚼し、夢も希望も絶望も全て砕いていきます。拳のポテチが次々と刺さり、これが現実なんだと強く実感させてくれる。ポテチって結構狂気になりうるので、いつかコナンのトリックに使われそう。バロー、主役の肉をすっかり忘れていた。ニンニクの優しさに包まれてもらおう。優しさのオーバードーズで化け物誕生しそうな予感。ありったけの生姜をかき集め、ちょっといい日本酒、おばあちゃん、胡椒、醤油を加えて、禁忌とされる深夜の唐揚げ連成。森林の扉開けそう。これだけニンニク摂取すればしばらくは何食べても強制二郎に消化させられそう。鶏のタオルの隙間からおっそモーニングの始まり。下味ついたので片栗粉と卵を落として花嫁の準備はできてます。私も台所のタキシードに身をまとい、今か今かと君の姿を待ちわびる。ポテチのウェディングドレスを着たあの子のことを想像してみる。鶏皮で鶏皮チップは夜を埋めるほどにどこまでも晩酌の味方。これで結婚式の予行練習は完璧なはず。使い古した油から今夜にぴったりなファミチキの揚げ油。冷凍ファミチキ何個か残っていたはずなのに、狭い冷蔵庫の中で神隠しにあって消えた。夜空に満月は映っていないけど、鍋いっぱいに満月を灯らせよう。ラブストーリーにハプニングは漬物なので、幸せバターのポテチ袋落下して床に叩きつけられ、幸せ散った。今鶏肉にまぶしているのは幸せの再構築。掃除機ですって対処したら、その後一生掃除機かけるたびに今でもあの頃の思い出が香ってくる。花嫁の入場です。盛大な拍手が聞こえてくる。一度に5個の唐揚げをあげているから、5等分の花嫁。唐揚げ唐揚げ丸い唐揚げだあれ。私も唐揚げを円になって囲むお友達が欲しい。深夜の共犯者。揚げている間に鶏皮でお先にやっちゃいますか。想像の3倍はカリッカリで、味付け濃いめ。酒があるからこそ進む一品。揚げ上がり。もう衣がゴツゴツすぎてパイレーツオブカリビアンのジャックビルみたいになってる。熱でカロリーは死滅したと考えたいが、実際のカロリーは呪い級だろう。できました。深夜の酔っ払いクッキングによるクリスピー風ポテチ唐揚げ。坂村の宴が始まる。ウィズ漫画飯。どれがどのポテチかわからなくなっちゃったけど、そんな細かいことはこの際気にせずいただきます。の前に、深夜の唐揚げにはレモンサワー。おしゅ乾杯。おいしい。レモン買い忘れたので、レモンサワーでコーティングしておこう作戦だ。いただきます。
しい。めちゃくちゃニンニクちょっと入れすぎちゃったかなと思ったんだけど、案の定ニンニクがめちゃくちゃパンチ強い。ポテチのアイデンティティがニンニクに負けているような。何味だろうこれ。単純な話でポテチってそのまま食べてもすっごく美味しいよね。そこにおかずの王様唐揚げが合体したらそりゃ美味しさ倍増。簡単すぎる足し算。深夜なのに部活帰りの晩ご飯のようなレモンスカッシュのような爽やかさがそこにある。この後宿題やらないといけないよなくらいの一日の終わりが見える。そのまま部屋にこもって朝まで電話しちゃうような胸のときめきまでこの唐揚げ食べれば味わえる。食べれば食べるほど私のソウルジェムが晴れていく。何か忘れていたようなあの日々を思い出しそうで思い出せない。これは未来を否定するような、むしろ明日になったら後悔すると体が分かっているからこそ、過去を回想して思い出の中に私を閉じ込めようとしているのか。画面越しにワルピルギスの夜を迎えてダーフン通して私の体は疲れているはずなのに、深夜でもこうして料理を作ってしまう。でも有吉さんがテレビでどんなに疲れ切っていてヘトヘトでも夜中にとんかつを一から作る、手作りのとんかつを食べることで翌日の気力を保たせるという話をしていて、揚げ物には不思議とそういう力あるよなって納得してしまった。しかも有吉さんはキャベツまでしっかり買って用意するんだって。私もレタス用意したから勝手に親近感を抱いてしまったよね。多分ここ5人に1人は共感できる人いるはず。教師、揚げ物こってりだからレモンサワーの消費速度が速い。2本目、ポシュ乾杯。幸せバターとサワークリームオニオンと片揚げ薄塩、3種類あるんだけど、噛めば噛むほどそれぞれ味変レベルで風味異なる。ジャンク極めて重いのは幸せバター。一番ポテチそのもので変わった味はサワークリームオニオン。歯ごたえ抜群でクリスピーチキンに最も近いのは片揚げ。このポテチでやったら美味しいと思う種類他にある？わさビーフとかも美味しそうだよね。このままお腹いっぱいですぐに寝たら起きて後悔しそうなので、朝まで起きていたらバグった頭で見る朝日がとても綺麗で泣きそうになりました。キューベー、あなたキューベーだったの？私と契約したもんね、一生幸せに。で一生幸せにする代わりに癒しをくれるって。でセセルさんが送ってくれたヨギモモの釜に堂々とした態度で座っちゃって。ポッピーの分も食べちゃってんの。指食ってる。指インキュベーター終わり。うまいよ。空っぽ。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。唐揚げの衣をポテトチップスにする、これはもうね、真実の扉開かれていいくらいの、人間としてやったら許されないということを分かっていてもやってしまう魔力を秘めているとんでもない料理が出来上がってしまいました。ぜひ参考に。ほんにゃバイバイ。